皆様こんにちは、なりわでございます。本日は、これからね、ちょっと映画を見ようと思いまして、それまでね、少し時間があったので、あることをね、動画に撮りたくて今カメラをね回させていただいております。皆様家事をする上で、これがなかったらいいのになと思われたことないですか？私ね、いつも思っていましたたまたまね、先日何かのネットの中のニュースで、ちらっと拝見して、あ、そういえばそうだなと私もねすごく納得がいったので、それをねちょっとね実践してみようと思いまして、いたしました。それで、それは何かと申しますと、ちょっとお待ちくださいね。結構ね人が通るので、ベンチに座ってお話ししようかと思ったんですが、今の時間なぜかね自転車通行がすごく多いので、歩きながらねお話をしたいと思います。ですね、いろんなところに敷いてあるお部屋の中のマットってありますでしょ、皆様。例えばお台所の足元マット、流しの前ですね。それとかお風呂上がりの足拭きマット、それからあとお手洗いのマットとか便座カバーなどですね。ちょっとお待ちください。今ね時間は16時40分頃でございますけれど、もう最近日が短くなったせいかちょっと暗い感じがしますよね、すいませんそれでね、先ほどのお話の続きなんですけれども、私それらのねマットをね全部やめました。まずお台所の流しの前にあるマットですね、それとかお風呂上がりの足拭きマットと、それからお手洗いのマットなどですね。それがあるとそれらをいちいちね洗わなければいけませんし、お掃除の時に結構ね邪魔なんですよねいちいちどけなければいけないので、それをなくしましたら別にお台所の前のマットは言ってみればあまり必要ないですよね、今考えてみたらね。そこになぜマットを引いていたかと言いますと、水が飛び散るからですよね。だけれどこまめにお掃除をすればいいだけなんですよね。毎日お掃除をしているので、拭き掃除ですね。なので考えてみたらいらないかなと思っちゃったんですね。それと一番のお風呂場の足拭きマットですね。それも今までは普通にお風呂から上がったら足を拭くマットがあったんですけれど、珪藻土っていうマットがありますよね。あれにしようかとね考えていたんですが、でもね、それはそれでまたね、そのお手入れも結構ね大変そうですし、割れたりするんですね、あれ珪藻土ってね。割れたらもう使い物にならないので、そうだと思いまして、お風呂上がりに普通のフェイスタオルぐらいの大きさのものを用意しておけば、上がる時にね足を拭いて出ればいいだけなんですよね。その手間を言ってみれば一手間かける、そこのところでね一手間ちょっと加えるだけで、そういったマットがいらなくなるということでございますね。で本当にもうね、お風呂上がりの足拭きマットにしろ、お手洗いのマットにしろ、それからお台所のマットにしろ、結構ねお洗濯するのかさばりますよね。でやっぱりそこら辺のものはよく汚れるので、頻繁にお洗濯しなきゃいけませんし、お掃除する時もねいちいち取り替えたりしないといけないですね。それを思うと一気にねなくしてしまった方がお掃除するのも少しすごい楽かなと思いまして、なるほどと思って試しになくしてみました。そしたらね、もう全然楽、お掃除するにはとっても便利ですし楽でしたね。今ではそれをね実行してよかったなと思いますね。なければないでなんとかなるもんでございますね。そして、それらをね、どけたことによってすごく お掃除が楽になりましたし、その都度ね、きれいにお掃除していれば手間もかかりませんし、かえってね、お掃除が楽になりましたね。もし、皆様方もね、そういったところでねいらないなと思っていらっしゃる方一度ちょっとね1箇所だけでも何でしょう、ちょっと試しにされてみてはいかがでしょう。まあね、私ねすごくね、これはね皆様に強制するものではございません。私がたまたま、試してみてすごく快適だったので、ちょっとねお話ししたくてしております。なのでやっぱりそれはご自分のねお宅では必要だと思われたら、それはそれでお使いになったらよろしいと思いますね。私はもうそういったものを一気になくしたらすごく楽になったということでね、皆様にお知らせをしております。なので、これは決してね、皆様方にそれらをね強制するものではございませんので、誤解のなきようよろしくお願いいたしますね。そういったところでね、いろんなことを簡素化してみたいと思いまして、試しにやってみました。他にまだねそれ以外にも省けることがあったら皆様方コメントで教えていただけないでしょうか。試してねやってみたいと思っておりますのでね。で実際にそれを私が実行に移しまして、いいなと思う案がありましたらそれを私が実行に移しまして、どんな結果になったのか皆様方にまたね、動画でお知らせをしていきたいと思っております。ですね、あまりにも人のね往来が激しいのでちょっと避難をしてきました。ということでね、本当に良かったなと思いますね。トイレとそれからお台所、それとお風呂上がりの足拭きマット、まあ物は試しということでね、実行してみました。本当にこれは今快適に、できております。なければないでそれはそれでいいなと思っているんですね。ですので先ほどねお願いしました通り、皆様方の中でそれ以外で、これはちょっと私もいらないんではないかなと思っていらっしゃることとかありましたら、ぜひコメント欄でねお聞かせくださいませ。で私が実際に実行をしてみて、それでよかったらまたね動画でね、お話をさせていただきたいと思っております。いつも皆様方なにわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なにわでございました。では。